はい、動画の移動ありがとうございます。ということで、もうこっちですね。ノーだ、金を払わん。というのも、まあ、これは国民帝国の安全というか、安全を確保、まあ、保証ですよね。はい、こいつが言うには保証するために、まあ、ある程度金払おうっていうあれだけど、これはもう向こうが賊ですよね。やからですよ。やからに金を払うみたいな感じなんで、あんまり鉄士的にはちょっとね、よろしくないので、こっちですね。金は払わんと。じゃあちょっと、その代わりなんか、圧死がしますよっていうね。こっちで行きましょう。金が出せないだと。すいません、すいません、すいません。俺たちだって帝国とことを構いたくはねえ。あ、やっぱり話し合えば分かってくれるはずだね。分かってくれる。商船団は帝国の船の安全を保障する。あれ？え？どういうこと？その代わり帝国の港は自由に使わせてもらうし、帝国以外の連中をどうしようが俺たちの勝手。ああ、まあ自由に使うし、他は勝手。まさにその通り。ま、同盟ってところかな。これでどうだ。うわ、優しい、賢いし優しい。ちょっと折れてきてくれてる。それならいいだろう。うん、まあこれはもう自分としてはこっちですね。別にこれはちょっとさ、なんか寄りすぎだよね。いやいや、そんなこっちゃねえだろうと。それならいいだろうと。帝国との同盟成立だ。これで武装商船団もますます発展するってもんだ。丁重にお送りしろ。あ、あざす、あざす。これ選択肢、お、武装商船団との問題を解決し、おお、あ、ここも一応使える、まあ領地というか自由に行き来できますせみたいな感じかな。128年後、お、これで皇帝交代ですね。ワンダーランド、ワンダーランドじゃねえや、カンバーランドのね、ゲオルグさん、トーマたちも、まあ、安らかにっていうところですね。ポール、これ絶対もうゲオルグの、ゲオルグの子孫じゃん。あー、でもいねえな、ジェイスンにするか。これ、いないっすね、なかなか。ジェイスンにしますか。大剣使い。大剣？大剣。ポール、悪くはないっすからね。ポールでいきますかね。そしたらなんか色味が茶色、秋っぽいな。ジェイスンもちょっとなんか違うな。キャサリン、あれ一番最初のテレーズ枠でしょ。うん、で魔法使い、まあ魔法使いでもいいっちゃいいけどもっていうところですよね。どうしましょう。ポールでいきますか。ゲオルグさんうまくいったんでいきましょう。あれ、ちょっと待って。水使えないのか、これ。あ、ちゃんと水、お、火と水、サンダー、なんだ、あの、鎌みたいなやつは。使えると。何、あの、一番、あれ、え、魔法にあるのに鎌みたいのがあるってどういうこと？ちょっと待って、待って、待って。いや、でも、これ魔法にしちゃうとダメだわ、やっぱり。魔法使い別に必要だから。ポールで行きましょう。ちょっと待って、どっちが強い？行きましょうと言いつつ、ライフポイントが高いんだね。ポール、器用さ16、魔力、素早さ15、体力。ま、どっちかっつうと、やっぱ、ホーリーオーダーは、防御力耐性。いや、絶対こっちっすわ。絶対こっち。はい。ゲオルグの子孫ですわ。お、いい感じですね。やるぞーと。オッケー。で、情報さんは多分いるんじゃない。ちょっと今上行っちゃったからいないかもだけど、情報を集めておりますと。どうすかね、なんかありますか。ソーモンのヒラガという発明家が陛下にぜひお見せしたいものがあるそうです。おー、源内さんですかね。へー、ちょっと行くだけ行ってみますか、ひとまず。あ、あれか。
パーティーが、ちょっとパーティーを、あ、水使えますね、そのまま。オッケーじゃないですか。パーティー、いいですね。まあ、いつもながらのね、いかついやつで、ヘッジホック。オッケー。あ、でもどうしよう。あ、でもいいのか。剣使えるもんね、基本。剣使いと、まあ、剣使いと。ピンクか。まあいいや。こっちへ行こう。ロナルド。はい、陛下。オッケー、行くぜ、いいと。ピンク髪の人ってあんま現実にいないから、ちょっとね、いいかなって思っちゃうんですけど。まあ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 。で、こちらが、あ、この方じゃないですか、ジェミニー。オッケー、行こうぜ。オッケー、オッケー。で、あと誰でしたっけ、あと元女皇帝のあれでしたっけ、この方でしたっけ、あれちょっともう忘れたっていう。まあまあ行きましょうか。で、ちょ、名前デイダメイヤ、デイダメイヤ、デイダメイヤ、まあデーメダエイヤ行きますか。もう剣、剣で一択で、もう誰でもいいから、何でもいいから覚えろと。剣、探索斬りと空圧波来てますね。よしよしよし。斧のコンボを全然他わからんと。あ、やべ、そっか、格闘家、やっべ、やっちった。そうか、まあいっか、まあ、今回これでいきましょうよ。ちょ、待って、技を忘れることができるみたいな、二段切り覚えてる。ソウルステイルどうします。今のところいらないっすよね、これ。とりあえずなしでいきましょう。強撃覚えてます、投げ払い。とりあえずで、みじん切り、空圧さ、これ、斧は、あ、槍はいらないと。投げ払い、まあまあ一応覚え、あんま使わねえんだよな、なぎ払いな。強撃、なぎ払い、でたらめはいらないと。よし、これでもう行っちゃいましょうよ。二段切り、うん、うえ、あ、お前じゃねえ、間違えた、うん、どりゃーと、お前剣覚えてもって。探索、空圧波って何なんだろうね。これも結構、だからお前はいいんだよ。結構強そうなんで、あ、覚えてる。はい。で、なぎ払い、防御をとりあえず、覚えときましょうと。で、強撃は、この、あ、覚えてるっすね。どうしよう、体験みんな持たせるか。そんな感じでいきましょうか。巻き打ち、まあ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 、一応パリ。よし、ちょ、待ってね。あとなんかさ、ソードスティールはいいとして、他ないのか。足払いとかなしと。なるほどね、了解。で、術はどうなの？ライトボール、生命、王将、生命覚えてると。ウィンドカッターあると。よーし。あと装備か。これ。ハルモニア当然ありますと。ちょっと待って、冷静騎士。お、ハルモニア持ってんじゃん、お前。ツバイ持ってる。いいじゃない。メイス。まあ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 。メイスエルダーボーにしときましょうかね。ハルモニアみんな持ってるっすね。いいじゃないですか。ちょっと分かんなくなるんで、とりあえず全部防具ちょっと外して、まあまあ一回いいか。ちょ、倉庫行こうぜ、倉庫で。陣形はホーリーオーダーどうしますか。あ、じゃあホーリーウォール、これ何でしたっけ、3人に攻撃が集まるみたいなこと言ってましたよね。こっちの方がいいのかね。
それも考えてみましょうか。これでやって、まあ、後ろの2人がなんか攻撃で、これでいきやってみましょう。 OK。 あーもう結構時間ちゃっちゃってますね、ちゃっちゃってますね。はい、いつもながらこれ今度交代するときもうこんな感じにしましたでカットしましょうね。ハルモニア、一応ハルモニアね、あれハルモニアの方が強いんですよね、三日月より。三日月が19、大丈夫ですね。ハルモニア、スバイ、ハルモニアと。ボーグちゃんはね、スウェットが結構強いと。で、ガントレット、タブレット、いやー、武闘機がな、なかなか良かったな。超合、結局超か大盾、なんか、いろいろ迷うばっクラ、まあ、バックラがやっぱ高いんでバックラーなのかなみたいな感じで思ってはいるんですけどね。ウスターストーン、プロスダレル、とりあえず強いやつは取っていこうぜと。まあ、こんな感じで OK ですかね。ポール、グレイモアで、あ、傷薬かと。よし、傷薬で、多分道具もね、ちょっとずつ増えてないか、増えてますちょっと分かんないですけど、傷薬は増えてますね。ガーッと行きましょう。ただもう傷薬もあんまり使わないでも大丈夫かなと。生命の泉がありますから、生命の水がありますから。鋼、ね、なんかワニで行きましょうか。ワニ、あ、そうか、もうこの方は盾を持ってるからってことね。武道着、ガントレットですかね。プロテオータ、バックラーで行ってみますか。カワスト、ハルモニー、クレイモア、傷薬だと。あ、そっか、そうするとツバイ、あ、ツ、あ、そうか、ツバイ持ってんのか、お前。あれ、ツバイもう一個なかったっけ。あるじゃん。よし、これで OK。で、ツバイ。じゃ。これでこっちがツバイだと。いや、ちょっと待って、慌てるな。クレイモアで、ポールはね、ちょっと回復役のイメージもあるからこうだと、補助的な意味もあるからね。あ、そっか、そしたら陣形もちょっと考えた方がいいのかもしれんですね。バックラ、うん、皇帝を後ろってできたんでしたっけ。バックラ、ガントレット、タブレット、え、こんな弱くなる。スネ当てで、ハルモニア、スバイ、傷薬、こっちですね。あ、一人超合金でもしといてみますか。きっとどっちか分かんないんで、なんかバランスよくみたいな。バランスって、まあ、防御力だけ見るといいけど、確率なんですよね、結局ここでね。なんか、何パーセントでしたっけ？なんか何パーセントかっていうね。まあ、そんな感じでいきましょう。ホーリーウォールで、あ、皇帝は動かせないんだ。まあしゃあないか、まあしゃあないというか、これやってみましょう。 OK、 皇帝ね、一人だけ盾というか防御の枠で盾持ってますからね、一つ多くて。で、何でしたっけ、ソーモンの源内平賀か、
ひらがちゃんね、ひらがちゃん行こうぜ。どうした？確かね、下ここだった気がする。いた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 、絶対この人なんかある。なんだこれは。いやいやいや、もうちょっと言い方、なんすかこれは、みたいな。いやいや、話違うんか。私は天才発明家平賀十二世です。ほう、陛下、新発明です。テンションの上がり具合よ。人力で風を起こします。涼しくなること受け合いです。ささ、どうぞお試しください。これなんかやばかった気がするんだけど、なんか変なとこ飛んでくんじゃないこれ。ちょ待って、これね、やばい気がする。 C で、まあまあここでいいっすね。もういいっす、いいっす。触るちょっと待って、マジで。ちょっと待って。なんかさ、城の上行っちゃうみたいなね、そんな、なんか、ね、忍者的な、そんな気がするのよね。カンバーランド、バレンヌ、まあ、モンスターの巣と、あと、ここどうなって、あ、ミラーマーは？あ、まだここ相変わらずなんだね。渡りますと。で、船出せるよ。あ、そっか、不相門の町から、なんか、ヌオノ、モーベルム、メッシナ、あ、まあ、そうっすね。ヌオノは？あ、ここ、ヌオノっていう、もう、村というか、町というか、そんな感じなんですね。俺たちは武装商船団と、はいはいはいと。はい。OK。あ、で、この人もここに来れば仲間にできると、すげえじゃん。いらっしゃいと。なんか情報あります？いらっしゃいませと。楽しげな感じでいいじゃない。姉ちゃん、仕方しないで。ああ、体調は。なんか、でもなんかさ、ここも襲われたような気がするんだけど、気のせいかな。武装商船団 OK。 これは全部変わんないっすね。かといって、あの一人がすげえ重要な情報を持ってたりするっていう。ここの一番上に多分キャプテン、あ、この人も仲間になりますよと。まあ、ゆっくりしていってくださいと。はーいと。優しかったなー。125年前のあの人でしたっけ。ここの王さん、超。あ、一回ここ来たら出れないと。え？大丈夫？おお。あ、これで出ると。で、モーベルムがあって、あれ？あ、で、帰れると。こっちも行けると。OK。で、カンバーランドも相変わらずなのかな。で、船で多分新しいところに行けるんじゃないかっていう気はするんですが、どうでしょう。ダグラス、マイルズ。あ、マイルズが？あの草原に繋がってるんでしたっけ。ダグラスはカンバーランドですもんね。まあ新皇帝になりましたから、なんか適当に戦闘したいなっていう気持ちはある。とりあえず新しい陣形もあるし。で、多分草原ですよね。こ、下も行ける。あ、マイルズ、あ、そういう感じになるんですね。こっちが草原かな。はい、これが多分ステップ草原ですね。おっと、なんかいるぞ。まあ、ちょっと戦ってみますか。うわぁ、嫌な思い出しかない。あ、空圧波行きましょうよ、空圧波。
腹圧派どんな感じなのよと。で、セイウィンドカッミサイルガードし、おミサイルガードって全員なのかな、空圧派じゃと。リンクスいいいいね、空圧派ミス、え効かないとかなのかな、ミサイルガーズ、うわー、おおお、ミサイルある意味破壊力あるね、おお強い、おまあ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 そんな感じだと。どんどん弱くなっていく。へえ強いっすね、空圧差で。で後ろ、あ後ろ行かねえか、じゃあまあ空圧、あ空圧もったいねえっすね、いやちょっと舐めてるとやばいっすね、舐めないでいこうぜ。下空圧でウィンドカッター、空圧っすね、 OK 火炎出た、弱っ。ウィンドカッターこれ倒します、 OK フェインツ、おスタンされた、セルフバーニング、おーいや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 、やばいぞ、下のやつ。あれ弱くね、あれちょ待って。ちょっと待って。二段。ちょ待って、普通の攻撃してみようぜ。空圧さってさ、あれか。なんか割合ダメージ的な、もしかしてそんな感じな感じ、いや、わからんけど。なんかどんどん減っていくみたいな感じなのかな、もしかして。探索ギリ強い、うわあそういうことか、セルフバーニングって。なるほど、分かったぜ。触らなければいいのかな、セルフは。あそうかもしれんな、割合ダメージか、もしかして。強っ、そうかもしれん。でしかも多分現在 HP の割合ダメージか、あ大丈夫、全然大丈夫、そうだな多分な。じゃあもう探索切りっすね、一応空圧差は覚えとくけ、ちょ待って、ミサイルガード今いくつ使った、あ6か、結構使うんだね。あでもボス戦必須だね、これはボス戦ではマジで使わないでやばい。探索今覚えていれば結構強いっしょ、ウィー、ステータス以上ちょっと厳しい、ウィー、いいね、オッケー。いや結構戦闘は楽になってきましたね、ここがなんか遊牧民的な感じ。あ、ちょっと待って、怖い。これもなんか怖いんすよね。勝手に休んでなんか、盗まれるとか、なんかそんな感じ。ちょっと待って、ただより怖いものはないと。ステップに船がいるって本当？うん、なんかいるらしいよ。まだ、この、今回の実況では見てないけど。ステップから北へ行けば、カンバーランド。でも頂上があって入れてくれないわよ。いや俺は入れてくれる、入れてくれるんだよ。村の外に出るなって言われてるよと。昔は馬でステップ中駆け巡ったのだが今はってとこ。うーん、薬草も残り少ない、ちょっと切ないよ、キュンってしちゃうよ。あーこれこれのことか、外に出ちゃ危ないよ、怖いな、なんとかしてやんないとな。おっつ、よく来た、あの船型の要塞ができてからモンスターが増えて困っている。こんなところに要塞を作って何をしているの、あこれが要塞なんだ。我々が痛み止めに使う薬草から麻薬を作って、あこんなところに、でこれは要塞じゃねえと、あいつらが要塞だと、奴らは大事な薬草をね、あなるほど、
これから一緒に来るか遠い国の、ちょっと待って待って待って待て、ちょっと今一瞬いいっすか。ああやばい、あよかったいたわ。ちょっと待って、用意してくるわ。そしたら任せろ、ちょ任しとけ。まだあんまり戦闘してないけど、ちょ任しとけ。探索切りで、おいしょ、ちょちょええええちょちょええええちょっと、なんでなんで、ちょ怖い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 、なんでなんでなんでちょっと待って、マジ怖い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 、え俺 あいつの話しかけたから怖っ。奇襲仕掛けるって言ったけど、またちょっと変わっちゃったのかな。選択肢あったからもう一回話せるような雰囲気だったけれども、やっちゃいましたかね。まあ分かったのは、平賀のところから行けるのと、マイルズからなんか行けると。よし任せとけと。こっちミサイルガード持ってんじゃと。あ、そういえば開発はどうなった。開発なんか作ってましたっけ。武器カーボ、あ思いつかなかったんだ結局。なん確かそうっすよね、斧ですか。ガックシお兜、うん、これ何回か話すと変わったりはしないか。あーちょっと街で待ってみましょうか。いやわしが欲しいのはあの技ポイント回復のやつ。技ポイントちょっと回復しないとやばい、できないとやばいからと思って、いきなり奇襲って言われても、さっき引き出しとけよかったっすけど忘れちゃいました。増えてるとか言ってて全然関係なかった。まあ、6個ぐらい取っていきましょう。 OK。 じゃああのはやぶさみたいな早いやつに話しかけましょうか。マイルズ、いやこれでいやもう終わりましたよって言われたら困ったもんだけどね。でまあ仕掛けますと。でそれでうまくいったら、多分あそこのねステップ地方の対象がラピッドストリームなんですよね。あの陣形の一番最初に行動できるっていうめちゃめちゃ優れもの、これ多分皆さんみんな好きですよね。はい、みんな好きなラピッドストリーム。あれあれあいるし、ちょっとねこいつらがいなくて心配になったっていう。出れるかな、こっちちょっとおびき寄せつつ。よし、いや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 、村まで村、うおあれ違う、俺の知ってる場所にねえぞこれでね。いろんなとこ行けるんですよね、こっち右とか。ここも右も確かありましたよ。あった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 、ないし、そしてないっていう。でもこれがあったからよかった。上も確か行けた気がします。ちょっと、あ、やばいやばい、出ちゃった、間違えちゃった、危ねえ。ちょ、待て。ちょっと、こっちにしとこうか。わかんねえから。じゃあ、行きますよ、と。行くぜ、と。これもうダメってこと？そうなん？ちょっとな、いや、これ逃げるよ。これは逃げるよ。あ、大丈夫か。フリーファイトかと思った。違った。いや、木を逸したみたいな感じか。ちょっとやっちゃいましたね。いやー、まあ、でもまあ、いいとしましょう。じゃあ、平賀源内のところ行きましょう。あのね、ラピッドストリーム、これ大丈夫かな、取れないのかな。まあ、一番欲しいのがね、今回そのロマサガ2やっ
切るにあたって、その一番欲しいのがあのね、アマゾンストライクっていうやつ。あれね、当時プレイしてた時全然取れなかったんですよ、なぜか。で、攻撃力と防御力が、防御力はどうだったかな分かんないけど、攻撃力がかなり上がるみたいな感じで、結構ね、好きなん、好きというか、あ、これいいなって思ってて取れなかったっていう陣形があって、それ取りたいのと、あとね、防御力が2倍になるね、なんか陣形があるんですよ。その代わり行動がめちゃめちゃ遅いっていう、遅いっていうか敵が全部先に行動するんですよ。ただ防御力がめちゃめちゃ高いから、2倍、まあ高いからあんまり受けないっていうね、その陣形、それが結構強かった。で、どんどんたびたびこの動画で言ってるんですけど、この動画っていうかロマサガ2で防御力が大事みたいなこと言ってると思うんですけど、その陣形から来てるんですよね。で、それで勝てなかったボスに結構勝てたんですよ。で、勝て始めて、あ、これ優秀じゃんって思って、その陣形が記憶に残ってると。で、やっぱラピッドストリームもね、取っとければな、並走並走。と思ったんですけどね、これカンバーランドかな、上は。ま、真上にもあるんですよね。真上とかどうなんだろう。開けるわけにはいかん。一応子孫なんですけどみたいな、みたいな、冷たいな、あら、なるほど。まあとにかく頂上があって明け渡すわけにはいきませんよっていうことですよね。なるほどね。まあしっかりしてるわ。まあ皇帝からしたら、あ、これしっかりしてるなっていう感じですよね。よし、一発戦、OK。しっかりしてるなーっていう。探索斬り、強っ。マジ強いわ、これ。で、しかもこの陣形別に普通だし、みたいな。なんか、かもなく、不可もなく、みたいなね。これ、どう、これっすよね、要塞。なんか、ボーンって弾か、まあ、弾か出るのは知ってるんですけど。これさ、この陣形もしかしてダッシュしてても大丈夫みたいな感じなのかな。俺さっきからずっとダッシュしてて、あべ、フリーファイトだって思っちゃってるんですけど、結構大丈夫なんですよね。それとも姿が見えてる状態だからってことなのかな。どうなんでしょう。もう一回話してよく来たで終わってたなら、現内のとこ行きま、いないし、早いんすよね。すいえ、それともこの場所によって違ったりするとか、左下じゃないといけないみたいな感じなのかな。ちょ、一回休んでいいっすか、そしたら。はい、大丈夫かな。おい、やばい、殺される100% 殺される下克上されるっていう。よし、行こう。右下だけれども、あー、ダメなんだ。左下待ってくんねえかな。ちょっと下見てみます。下、ここ、こっちが砂漠となっておりますと。で、もうないと。左下、あったあった、ここだとどうなりますかっていう。ここでも行けなかったらまあ仕方ないねっていう。お、地上戦艦を襲うし、え、あれ、待てちょっと待てよ。急におかしくなってきた、急におかしくなってきたよ、これやばくね。マップの入れ替えだけでもダメなのかな。あ、そう、じゃあもういいや、もういいっすわ。ひらがんとこ行こうぜ。ちょっと長くなっちゃってますけど。
ちょ待って、あれ戻れん、戻れんぞこの野郎。ラピッドストリーム取れねえかもしんないですね。いやいいっすわいいっすわ、もういいっすわいいっすわ、もうはい、もうクイックタイム、クイックタイム解放しちゃう、クイックタイム解放しちゃうかな、そしたらっていう。あーまあどうだった、あとはここのなんか一人人間いましたよね、あいつに多分話しかけるとなんかここの部屋で待っててくれみたいになって、なんか催眠ガスかけられて装備全部取られて、なんか戦艦の中に送り込まれるっていうね。で装備ないと、で鬼畜状態になる、鬼畜状態で戦わなくなっちゃうっていうね、それはちょっとあんま嫌なんですよね。あんまっていうか絶対勝てなくなるからっていう。そん時に体術のやつがいるとそこそこいけるっていうね。じゃあまあこれ飛ぶところからちょっと行きましょうかね。もう一回話しかけてみたいと思います。動画の移動よろしくお願いします。テッシーでした。失礼します。